皆さんこんにちは、平成の頃の美穂です。今日はアイオンオーチャードの3階にあるバイオレットオンに来ているんですけれども、今日はバイオレットオンのプラナカン風、日本語的に言うとプラナカン風ですかの、ハイティーをやりたいと思います。で、こちらが、アールグレイの紅茶と、ザクロの紅茶ですね。このハイティーのセットに無料でついてくるのはこの2種類ということです。こちらがグラマラッカ入りのスコーンで、その隣が普通のスコーンということです。グラマラッカというのは、パームシュガーということですね。Cream bar with yam and suji finisher. Center is a chocolate. The side is a almond. Okay, please enjoy. Thank you. この一番上のトレーにある部分が甘いものですね。あのアガアガとか、非常にプラナカンらしいものが載ってます。で、この下の真ん中ですね。この真ん中のトレーに関しては、まあ、多分結構しょっぱ系のものっていうのが載ってるんですけれども、こちらもやっぱりちょっとこうプラナカン風ですね。で、一番下の、トレーにはですね、シンガポールっぽい感じの、ね、メニューが、載っています。いや、メニューの方はね、この下の方に、多分出しておくと思うので、ご覧になってください。では早速食べてみましょう。はい。イギリス人のうちの旦那に聞いてみたら、スコーンから食べろみたいなこと言ってたんですけど、スコーンから食べるとお腹がいっぱいになりそうなので私はこれから行きたいと思います。これはね、結構ヤムチャなんかでもね、出てきたりとかするときあると思うんですけれども、結構シンガポール名物って感じですね。なんだっけ、クエイパイティー、クエイパイティー、なかなかこれ覚えられないね、クエイパイティーですね。おいしい。ちょっとね、甘じょっぱい感じの味付けで、この皮がね、あのカリカリってしてて、これすごくね、おいしいです。なんか深くって、普通のやつよりもなんかいろんな味が混じってておいしい。 Okay, let's try this tiny little thing. It is a little cheese tartlet with、chili crab.Just like chili crab with a half a quail's egg on the top. Very elegant. That's very nice. 次はですね、豆腐ゴレですね。豆腐ゴレということで、厚揚げにね、こうちょっと甘い、多分ピーナッツソースがかかってるんだと思うんですけど、日本の甘味噌みたいな感じね。甘味噌が乗ってる厚揚げって感じ。Well, this one's probably suitable. It's the、coronation chicken, maybe appropriate for Queen's Jubilee weekend. So let's try. Curry chicken on crunchy、wonton skin. Very nice.これオタらしいんですけれども、このオタってね、シンガポールで言ったらあのよく食べられる魚のすり身で、結構スパイシーな、ね、魚のすり身みたいな感じなんですけれども、オタやわそれがなんかあのベルジアムエンダイブって、この葉っぱのね、上にこうせっかく乗ってるので一緒に食べてみたいと思います。あ、なんか食感プラス美味しい、美味しい。結構ね、これ辛いですよ。ちょっとあのお子さんにはちょっとこれ辛いかもしれないです。全体的にちょっとあのスパイシーな感じでね、アフタヌーンティーになってます。 Okay, here we have a very tiny and delicate sandwich, and it's、as you can see, cucumber sandwich with cream cheese. Very English. 、Oh, nice. So cream cheese has got some dill in it, so it's quite a bit herby. Nice. I feel like I'm back in England, but about half the size. では次、エッグサラダ with、パイナップルパッチャリー。
パって書いてあるんですけど、そのパイナップルパチャリなんだかよく分かんなかったんですけど、ちょっと食べてみます。卵をマヨネーズで和えたみたいな感じがタルトに入ってるって感じで、パイナップルよく分かりませんでも普通に美味しい。We want to continue the kind of Peranakan British combination. This is scone, little scone. Let's open it up. We need a bit of butter. And we've got some strawberry jam. Put it together, open it right.There's our scone. Oh yeah, great. Tastes like a very, very authentic scone. Yeah. Very nice. では、パームシュガーがかかっている方のスコーンを食べてみたいと思います。レモンカード、レモンのジャムをつけて食べてみたいと思います。ちょっと伸ばして。よっ。ちょっとやっぱりスコーン塩気が効いてるのでね、この甘いパームシュガーのシロップとあのレモンカードのね、あの酸っぱさと甘さと一緒になってね、美味しい。小ぶりで食べやすいです。一番上のトレー、甘いものの方にね進んできたんですけども、これはココナッツのね、こうすったやつすりおろしたあのココナッツが乗ってるんですけど、なんかムチムチっとした感じのね、ちょっとね塩気がある、ちょっと塩気がある軽い甘さっていう感じで、こう蒸したケーキみたいな感じです、なんか軽い感触で美味しい。これはですね、オーニークリームパフっていうやつだと思うんですけど、シュークリームのね生地みたいなのにあるんです。これクリーミー、これ何これ、ヤムヤムヤム、確かになんかさつまいものこうペーストみたいなのがシュークリームの皮の上に乗ってるみたいな、なんかそんな感じです。これ、ね、優しい味でね、あのこれ結構気に入りました。 Okay, what do we have? This is a Eurasian financier. A very light and moist cake, made from semolina. It's nicely kind of nutty, like ground almond taste.次はですね、タピオカのケーキにあのなんかココナッツミルクが乗っているっていうやつですね、これもね、ウイローっぽい、ココナッツの風味もね、すごくします。ココナッツミルクの味する、あの本当にマレーのデザートっていう感じで、でもちょっとこうね、懐かしい味がする。私ウイロー好きなのね、こういうの大好きです。もちもちとして。甘いものの最後かな、アガーガ行ってみたいと思います。この緑の色はパンダンリーフで、作られているってことですね。なんか下にね、むちゃむちゃっとしたのが入ってるんで。何これ、分からん。ココナッツ、アガーガの寒天みたいな感じですね。日本でいう寒天みたいな感じで、あっさりしてて美味しい。ということで、バイオレットオンヌのハイティーが終わったんですけれども、今日日曜日なんですけれども、普通日曜日ってハイティーの値段が結構上がったりするんですね、ホテルのハイティーとか。でもここ2人で、58ドルということで、私たち3人で来たんですけど、その場合は、1人分を追加することができるので、プラス29ドルかな。で、3人分用意してくれるっていう感じです。非常になんかシンガポールらしいメニューでね、どうだった？ Yeah, it was good. The variety was really nice.Savory and sweet. なんかこうしょっぱいものから甘いものまでね、三段トレーにうまくこう分散されててね、なんかスコーンも結構しっとりしててね、あんまパサパサしてなくて、こうちょっとケーキっぽい感じで美味しかったよね。あの値段も手頃だし、場所もアイオンオーチャードということで来やすいのでね、観光に来た人にもねおすすめっていう感じですね。ちょっと普通のホテルのハイティーとは違う、プラナカン風ハイティーみたいな感じで、シンガポールらしさを味わえるハイティーっていう感じですね。満足？満足？ Yeah, yeah, yeah. It's good. I love the chili crab top, the one with the little quail's egg on top. It's really nice.
なんかこういろんな味がこう3段で楽しめて、よかったと思います。ではまた次のビデオでお会いしましょう。 See you!